別編、21日チャレンジを受講し、92日チャレンジ受講後の N さんの場合、高単価で指名されるCADオペレーターへの第一歩、初めてのビムシム21日チャレンジ、92日チャレンジです。お届けするのはワンオペで男の子3人を育て、21年間で2526人のCADオペレーター技師者を指導してまいりました、インストラクターの私、建設の花澤です。どうぞよろしくお願いいたします。今回は特別編です。21日チャレンジをですね、第1期ですね、そこを受講していただいて、1期の90日チャレンジを受講後の N さんの場合です。はい。90日チャレンジオンラインサロンでいただいたご報告についての動画です。はい。ご無沙汰しております。ご報告なのですが、伝説会社に正社員として就職が決まりました。CADや積算など、施工管理にある業務で採用していただきました。未経験ですが、新しい経験を楽しみつつ頑張りたいです。すごくないですか。未経験から N さんは正社員になられました。お子様がいらっしゃる方なので、いろいろと結婚前とスタイルですね、お仕事するスタイル違うかもしれません。素敵な未来に向かって、花澤は頑張るあなたを応援したいと思っています。ぜひ頑張ってくださいね。いかがでしたでしょうか。受講後もですね、いろいろな方からお話をいただいたりするんですけれど、とても嬉しかったので、ちょっと動画で共有をさせていただいてございます。また何っていうところの不明点ですね、プライバシーがあるのでこの方のお話は詳しくはできませんが、どうするとか何があるという場合にはお話しくださいませ。オンラインサロンとかですね、公式 LINE アットでいただいたご質問についての動画というのをですね、今後もう少しですね、重点的にお話をしていきたいと思ってございます。まだまだ続けていくので、ぜひご質問のある方はですね、スラックに入っている方はスラックから、公式のですね、LINE アットの方に入っている方はスタンプを押した後ですね、ご質問いただけると嬉しいです。花澤は頑張るあなたを応援しています。では、最後まで見てくださり本当にありがとうございます。よろしいですか？最後にあれいきますよ。久しぶりです。はい。じゃんけんぽん！まったねー。建設の花澤はノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート、YouTube で私のことを探してみてください。では、まったねー。